医院経営秘伝のタレ。医院経営秘伝のタレは名古屋で有名な医療法人友愚会近藤歯科院長の近藤正嗣先生に医院経営のコツを根掘り葉掘りお聞きする音声ラジオです。皆さんこんにちは、丸の鎌形です。こんにちは、近藤歯科の近藤正嗣です。医院経営秘伝のタレ第31回お届けしていきたいと思います。近藤先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では例のごとく先生、近況からお聞きできたらなと思うんですけども、はい、今5月中旬になりましたけれども、はい、まあ、4月に新入社員が入ってきて、なんか院内が狭いなと思ってるんですけど、うん、やっぱり新しい人が入ってくるとですね、いろいろ女同士の揉め事が起きるんですよね。はい、なんかね、先輩にちゃんと挨拶できないとかね、はい、その挨拶できてたのに急にできなくなったとかね、はい、で聞いてみるとちょっと注意したら、むくれてそれから挨拶しんくなったとかね、うん、本人が聞いとらんことを祈りますけど、これをそうですね、うん、要するに若いからね、はい、で甘やかされて育ってる人が多いから自己中心的なんですよね、みんな。自己中心的な業種じゃないじゃないですか、僕らは他人に奉仕する業種でしょ、うん、そうですね、うん、だからそういうマインドをセッティングし直すっていう仕事をやっていく今さなかでございます、うん、それが近況。いや、ここから新人さんが近藤歯科流の人間力をつけていくかと思うと楽しみですね。頑張って教育します。では早速本題に入っていきたいと思います。今日のテーマはですね、かなり具体的なというか直球なご質問が届いております。読み上げます。現在売上8000万円の歯科医院です。売上1億2億3億と成長していくにあたって、近藤先生が規模鑑別に大変だったことはありますでしょうか、というご質問でございます。まあ8000万で満足できないんだったら考えないといけないでしょうね。まあね、今のご時世だったらそこで満足してしまう方も多いんでしょうけれども、うん、意外とですね、8000万ぐらいって手残りが少なくなったりするんですよね。中規模になってくるとね、だから人が増えたりとか出てくもんが増える、こ、うん、じんまりしてると出てくもんがコンパクトにまとまってるんで、うん、読めるんですけど、いくらぐらい金が残るかとかね、うん、ちょっと規模が大きくなるとやっぱりボーナスの時に、こんなにいるのかとかね、あ、うん、新しい機械買ったら高いなとかね、うん、いろんなその希望なりの悩みが登場してきますからね、うん、その辺でなんかいろいろ考えちゃってこういうお話を今回持ってこられたんかなと思うんですけれども、まあとりあえず悩んじゃってどうこの方が思ったかというと、この先生はもっと売り上げ増やせば楽になるだろうと思ってると思うんですよ、うん、だから確かにそれはそうなんですけれども、うん、やっぱり権限をある程度委譲しながら人にね、うん、それで自分は柱になるところはブレさせないようにやっていくのってなかなか難しくて、あ、1億ぐらいはね、8000万の惰性でいきますよね、うんうん、ちょっと自費が多かったらそれはいきますからね、はい、でこれをじゃあ倍にするにはどうしたらって話なんですけど、うん、やっぱりそうすると設備投資ね、うん、狭ければ広くしないといけないし、もともと広さがあれば機械を増やしてね、うん、で一日にさばける人数を増やさないといけないじゃないですか。そうですね。それでさらに上を目指そうとすると、今度もう狭くてどうしようもなかったら移転しないといけないとかね、うん、まあ、うちは幸い隣の土地を買うことができたので移転しなくて済んだんですけど、うん、今でも駐車場問題とかでずっと悩んでおりますのでね、うん、だから言い出すと順序立てっていうのは難しいですけれども、はい、やっぱり規模が倍になると悩みが4倍ぐらいになるかな。うん、先生の実感値としても8000万の時と2億になった3億になった売上に比例して悩みが増えていくわけですね。ただそれを解消する手段としての売上高があればね、金が使えるので、うん、だからそれを自分の趣味とか遊びに使っとっちゃダメですね、うん、やっぱり
適切なところに投資しないと絶対ダメで、はい、これは機械とか設備だけじゃなくてですね、うん、やっぱり自分の仕事をアウトソーシングして、うん、自分が診療にね集中できるような環境を整えていかないといけないよね。例えばこういうことで株式会社マルさんとやってることはやっぱり私のいろんな悩みとか困りごとを解決してもらうためのコンサルティングをやってもらったりとか、うん、あとブランディングをお願いしたりとか、はい、ホームページ制作してもらったりとかね、うん、そういう大事だけれども自分はそんなことやってる時間はないということをやっていただいて、特に助かってるのは求人関係のコントロールセンターをやってもらってるんで、はい、それはすごい助かってますよ。だから昔は自分で求人の会社に電話してですよ、はい、で今度来てくれみたいなことをやってたり受付に電話しといてねって言ったりっていうだったけども、うん、今はもうその辺はオートマチックに流れてくんで全然僕は知らないうちにチーフが今度面接来ますよとか、はい、うん、今度は紹介会社通すから金かかりますよとか、うん、いろんなこと言ってくるわけですよね。はい、そうですよね。だからそういう風になればちょっとは楽だけど費用はかかります、うんうん、だけど自分の時間ができる。だから自分の時間をいかに有効に診療に集中させるかという、うん、そこに集中するための経費ですよね、うん、それが一つの大きな伸びていくための柱かな、うん、ちなみに先生がおそらく8000万円とか1億ぐらいの規模の時にはご自身で診療もしながら採用周りだったりとかある程度のことをご自身で、そうですよ、給料計算も自分でしてたもんね。おお、それも8000万1億ぐらいの時もやってました。出たんですね。やってました。どのぐらいのタイミングから周りに自分の診療以外のところ手放さなきゃいけないかなって感じた時期というか。そうですね、やっぱり8000万かける2ぐらいになってからかな。あ、うん、そうすると多少お金をいろんなことに回せるので、うん、まずやったことは設備投資ですよね、うん、で設備投資しなくて患者さんの数がこなせなかったら、うん、それ以上も伸びないわけですからね。そうですね。だからチェアを増やす、うん、あとは CT を入れるかな、うん、当時ね、うん、もう17、18年になるのかな CT 入れて、はい、あとセラミックを作るセレックを入れるとかね、うん、もやりましたけど、まあそれは設備ですよね、うん、であとは自分の時間がそこで足りなくなったら給料計算めんどくさい、これは社労資産をつける、うん、で経営のことはいつも考えてる暇がない、うん、だったら月に1回税理士さんと経営コンサルタントを呼んでここで会議をする、うん、っていうことはもうずっと続けてるんですよね、うんうん、だそれによってどんぶり勘定だったものが、はい、数字の見える化が今されてるんで、うん、今資金が危ないですとかね、うん、今はちょっとゆとりがありますっていうのは毎月わかるわけですよね、うん、そういうふうにだいたいなってきたのがどうですかね12、3年前かな、うん、おだからアウトソーシングの歴史でもありますね、ある意味ね。あ、だって給料計算夜遅くまでやりたくないし。そうですよね、はい、なかなか時間捻出も難しくなってきますよね。でやっぱり給料上げるとかねそういうのってセンシティブな内容で一人で決めちゃってたから、はい、当時は、うん、こんなに上げたらダメですよって、はい、後で社労士さんに言われるわけですよ。なるほど、うん、だからもうちびちび上げていかないとね、うん、夢がなくなりますって言って、ね、まあ、確かにそうですよね、うん、だから上げるには上げるだけのやっぱり理由と根拠、うん、それがなくて上げてると何もしなくても上がるんだと思われちゃうしね、うん、そういうことから今度は社労士さんとうちのチーフとで会議をやるようになったわけね、はい、うん、ボーナス会議と昇給会議をね、うんうん、でその会議でディスカッションした上で誰がどれぐらい頑張ってるからどうすると、はい、こういうふうに決めていくわけで、うん、今はちゃんと根拠のある給与設定ができてるということですよね、うんうん、その仕組みが外部のアウトソーサーと協力しながら作ってきたということなんですね。あと例えばこの間うち税務署が来たんですけれども、はい、税務署さんが来るときにはやっぱり資料がきちっと揃ってるとスムースですよね、うんはい、資料がごちゃごちゃしてるとこっちも聞かれても返事もできないし、うん、ずっとそういうどんぶり経営してたんで昔は、うん、もう税務署来ると大あらわだったんですけど、はい、
今回なんか何もしずにただ言われたことに答えただけで何もなしで帰ってきました。なかなかよくできていますとか言って褒められちゃって、客観的に見ても一定のレベルの質が担保されてるわけですね。まあ、そうでしょうね。だから企業としての形態を成してきてるんじゃないかなと思うんですよね。普通そんなちゃんとした企業ってね、節税はしてもね、犯罪的なことはしないじゃないですか。でもどんぶり勘定でやってると知らないうちに犯罪的な、節税じゃない節税をしてしまったりとかね、はい、経費に上げちゃいけないものが知らないうちに上がってたりとかね、売上計上しなきゃいけないのに落ちてるとかね、悪気もないのにね、はい、でそういうので追徴課税とかされたことあるけれど、あ、だから今毎月毎月1回ずつ、決算をしてるような状態ね、うちは。普通決算って1年に1回しかしないけど、はい、うちは月1で決算してる。いやー、これもすごいことですよね。月次でだから数字が分かるんですもんね。ただその代わり税理士さんに払ってる報酬は、普通の歯科医院よりもうんと高いですよね。そうですよね。だから要するに気持ちよく税理士さんにお金を出すか、気分悪く税金として追徴課税されるかという二択なんですよね。なるほど。だから税理士さん、経営コンサルタントさんをきちっと使いましょうと、で自分を楽して、で明瞭会計でね、やましいところのない経営をしましょうということですよね。それはもう1億突破したあたりからもちゃんとやった方がいいですよ、絶対。最初は税理士さんでいいじゃないですか、コンサルタントまでつけなくてもね。でもまあその2倍ぐらいになったらもうやっぱりコンサルタントもいないと、やっぱり暴走しますからね、個人でいるとね。だからアクセルとかブレーキとかもっとやれよって背中を押してもらったりとか、それはちょっといかんよって言って止められたりとかっていうことは必要になってきます。でやっぱりこの成長の規模につれてアウトソーシングする方の対象が変わってきたり、数が増えてきたって感じなんですかね。そうですね、重層化してきたというか、あの層が厚くなった、選手の層が厚くなればね、野球チームもうまく活躍できるじゃないですか。まあ、そんな感じですよね。そうですよね。これちなみに先生、今外にアウトソーシングしていきながら先生は診療に集中する体制を築いてきたというお話だったんですけど、中はどうですか？あ、もちろんそれは大師の先生に、僕は全部自分で本当やりたい人なんですけど、もう無理じゃないですか、やっぱりそんな一人でやるなんて。そうですよね。だから前はその大師の先生は僕は本当は雇いたくなくて、最初フリーランスのスペシャリストの先生ばっかり雇ってなどね。だからスペシャリストは僕よりレベルの高い仕事もするかもしれないから、だったら患者さんも納得しやすいだろうと、この先生はこの分野に関しては僕より上手ですと、だからこれはやってもらってくださいと、他の仕事は僕やりますよっていうのが始まりですよね、僕の場合ね。クオリティを落としたと思われたく絶対なかったからね。今もうちょっとだいぶ年も取ってきて疲れてきちゃったので、そうじゃなくてもう院長はこういう仕事とこういう仕事以外はしませんので、そういう仕事するんですけどね、するけどそれは昔から来てる人にはするんですよ。だけども新規で来た新しい患者さんに対しては、その方が多少ビープな方であっても、もう私はそういう虫歯治療とか普通の簡単な保険治療はしないので、やってる時間は全くありませんから、これはそちらに任せることになりますと、でそういう治療が終わってから例えばセラミックかぶせたりとかね、インプラントしたりとか、そういうことは私自身がやりますから安心してねと、こういう説明をするようにしてますけど、それで嫌だっていう人はあんまりいないですよね。そこまでご説明していただければ納得感もありますしね。ただそこで言っとかなきゃいけないのは、私以外のドクターやりますけど、みんなちゃんと教育してあるしね、すごい経験値の低い人は今いないんで全然、だから安心してやってもらって大丈夫ですよって言って、そういうことは言ってます。ちなみに先生、よく我々もこういろんな先生からお話、大診を雇うときにやっぱ最初の一歩目がとてもハードルが高いっていう話を、よく聞くんですよ。常勤で雇えたらいいけども、そこまでの固定費を捻出する余裕もないし、かといって入れたらまた独立して行かれてもちょっと困っちゃうなみたいなこともありつつ、そうですね。でも必ずそういう日は来るし、
順次独立していくものなんですよね、業界の体質からして。うん、そんなずっと定年退職までずっといられても逆に困るしね、はい、こっちは君たちが定年になるまで院長生きてないしぐらいの年齢だしね、僕なんかは。だからこれどっかの回でも言ったと思うんですけど、うん、最初はだから非常勤で、はい、そういうちょっと自分よりね違う仕事のできる人を大学病院とかから来てもらうといいじゃないですかね、はい、大学の医局からね。あ、だからうちは最初来てもらったのが矯正のスペシャリスト、はい、でそれからペリオの、あの歯周病ね、うん、大学病院の先生ね、はい、であとはエンドって言って歯内療法ですね、はい、歯の神経の治療のスペシャリスト、うん、これも大学病院から来てもらったですね、うん、あとセラミック治療ね、はい、これはもう昔から日本で一番有名な先生を来てもらってましたけど、今その先生の弟子が来てますけどね。あ、そこもやっぱり継続していくとそういうお弟子さんが来たりっていうそのつながりでも人が、まあ、それはやっぱり立派な人を雇っとけば、うん、次が紹介してもらえますよね。その人にいい思いさせないとダメですけど、うん、あ、うん、その人に全然給料も安くて、はい、環境も悪くて、うん、なんかすごい行くのが苦痛だったみたいな話だったら誰も紹介しないですからね、うん、そうですよね。じゃあやっぱり具体的な金額とか伏せますけども、やっぱりその方からしたら、あ、近藤歯科に来るのはお得だなというか、まあ、美味しい感がないとね、っていう設定をされてたんですね。それとね、来る金だけじゃなくてですね、はい、大事なことはその人の診療環境、通常の自分が理想とする環境っていうのがあるわけじゃないですか、うん、はい、それと似た環境を作ってあげることが大事で、だからまずつく歯科衛生士なり助手なりの教育、うん、それをその先生に任せて、はい、先生の思うように仕上げてくださいと、教育してくださいってやるわけですよね。そうすると手渡しの仕方とかもその人に合ったやり方があるじゃないですか、はい、ね、でそれが一つ。でもう一つは材料も、うん、いつも使ってらっしゃるの何ですかって言って、あ、それはじゃあうちで買いますって言って買うんですよ、その人専用のやつをね。で器具も、なるほど、うん、そうしてやるとやっぱりあそこはいいとこだっていう風になってくるんですよね。はあ、これ先生、なんか僕患者として通ってた時に何々ドクターボックスって、はい、その人の器具が入ってるんですよ。そういうことだったんですね、はい、はあ、そう、それは金もかかりますけれども、うん、最低限その人に最高のパフォーマンスを発揮させる我々は義務があるわけで、うん、はい、だから必要最小限というかね、うん、そんな豪華にする必要はないけど、うん、その人が仕事しにくいよじゃダメなんで、はいはい、あ、こんだけ用意してくれて感謝だなと思えるぐらいのことはした方がいいですよね、うん、それはお互いのためじゃないですか。そうですね、気持ちよく仕事してもらった方がね、うんうん、そこまでやっていただけたら、なんかもうお給料だけじゃない、報酬だけじゃない、やっぱり魅力ですよね、うん、特にまだやる気があってエネルギーが豊富な年代の人が来るわけですから、そういう人たちはやっぱりそういうことをしてあげた方がね、よりやる気になってくれると思って、うん、そうですよね。ちなみに先生、このご質問からずれちゃうかもしれないんですけど、もうちょっと掘り下げていきたいんですけど、先生がプロフェッショナルの方を最初雇い入れたじゃないですか、はい、その後今は常勤の先生方がだいぶ大半を占めるような環境になってきたじゃないですか、はい、いや半々ぐらいですよね。でも、あ、半々ぐらいですね、矯正、うん、も来るし、はい、歯周病も来るし、 あとセラミックも来るから今もね。うん、で口腔外科のスペシャリスト今いるしね。あ、だから口腔外科のスペシャリストの先生が歯は抜いてくれるしね。うん、病院に行かないと前は抜けなかった歯をここで抜いてくれるから、あ、スペシャリストもいるわけですよ。はい、で一般的なジェネラリストも半分ぐらい数いるんですよね、うん、でまあ、何でもやる普通のドクターは毎日のように来とるし、スペシャリストはまあ週に何回っていう感じとか、うん、まあ、もっと少ない人は月に何回で来てますね、はあ、そのジェネラリストの方の採用っていうのは一番最初の方っていうのはどういうきっかけになったの？いや、もう紹介ですよね。紹介なんですね、うん、誰かの知り合いの知り合いみたいな。あ、でもそんなのでしか僕ドクターは怖くて雇えないですよね。うーん、募集なんかで来たことなんてないですね。ああ、巷のその人材紹介とか全て誰かの紹介とか、今だとまあ僕の同級生のドクターのご子息、うん、男性も女性もいるけど、うん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 、
そういうことですね、まあ、お子様方、あ、うん、ジュニアの時代ですよ。だからあ僕の同級生は例えば僕がインプラントの集中手術に行ってるところの先生とかが、うん、はい、じゃあ息子ちょっと教育してやってくれみたいな感じになったりとか、あ、うん、うちの娘を行かせてやってくれみたいなこととかね、うんうんうん、だからうちはそういう僕のなんていうの学生時代のね友達とかその辺の子供さんが 1,2,3,4 今4人かな。おうん、いやすごいですね。それがほぼ常勤で4人いますよね。おでそれの友達、あその子の連れてきた友達が1人となんかそんなんだからみんなつながってんですよ、うん、いやファミリーみたいなもんだよ。すごいことっすよね。でもその紹介が出るっていうのもすごいですよね。やっぱりある程度この院で働くと満足していただけてないと、まあ、そこそこの給料とブラック企業じゃないくしてるんでうちは、うんうん、時間だったらもう帰っていいと、あで有給休暇もちゃんと取っていいよというふうにしてあるんで、うんうんうん、私が歯科医師になった頃有給休暇っていうのは女の子にはほぼなくて歯科医師には絶対にないっていう世界でしたけど、はい時代は変わりましたね。そうなんですよ、はい、僕この年になるまで休業したっていうかねその病気とかで休んだことって2日間しかなくてしかも半日ずつしかなくてあとは全部働いてますから、ね、いやでも今の若い先生たちはもう熱が出たら来ないし、はい、ちょっとしたことでね、うん、本当にちょっと気持ちが悪いですとか言って来ないですから、うんうんうん、だから、まあ、それはしょうがないわけですよ、うん今の人たちはそういう働き方しかできないのでね、うんうん、だからそういうことが起きても大丈夫なような人員は確保しないとダメですね。そうですよね。やっぱりドクターのことっていうのはすごく大切だと思いますし、うん、最初に雇う時の話今出ましたけれども、はい、過度な期待と過度な教育をしすぎないことがいいと思いますね、うんうん、やっぱりその人の個性を尊重してあげないと、はい、やっぱり型にはめたくなるんですよ最初は自分の、うんうん、俺のコピーになれみたいな、はい、なるわけないんだから、うん、その人が何がやりたくて何が得意かを見てまあそれじゃあそれからまずやってみたらみたいな、うんうんうん、そんな始まりですよね。うん、この辺もいざ任せるってなるとまたいろいろと、いやもちろんトラブル出ます。そうですよね、はい、で患者さんとあまり大きい声では言いませんけど、うん、ドクター A が、はい、ちょっとよろしくない診療をしたことによってよろしくない結果が生まれたと、うん、でそれが医療行為としては不適切であると、うん、となるとこれはやっぱり損害賠償の対象になるわけですよね、うん、と向こうがえげつない要求をしてくると、あ、それには応えられませんとなるとこれは争うことになりますよね、うんうん、規模感というので出てくるのはそういう問題もありますよ、はい、うん、だから事故率は一定の事故率であれば規模が増えたら増えますよね数が。そうですよね、うん、確率論的にね、うん、でその中にはタチの悪い人もたまにはいるので、うん、そういうことも発生するわけですよ、うんうん、その時の基準を自分の中で持っていないと、はい、最初は謝罪すると、うん、で謝罪しても常識的な対応をしてくれない人は、うん、じゃあこっちからもううちはこれだけしかできませんと、うんうん、あなたそれ以上言うんだったらもうあとは弁護士に行ってくださいと、うん、いう流れになるわけですよね。 そうですよね。でそこで何かもっと変なことをしてきたらもうお巡りさんを呼ぶと、うん、ここになってくるわけですよ。うん、でその辺はもう基準を自分の中で作っとけば、はい、粛々と流れていきますね。うん、税金払ってるんだから最後はお巡りさん来てくれるしね。うん、そうですよね。その成長だったり規模が大きくなるとそういうトラブルの種としても、まあ、当然ですけどね、うん、やっぱり増えてくる部分があるということですね。でその時にあたふたしないということですよね。うん、まあ、最初はしましたよ私も、うん、だけど大体パターンが出尽くすとまたこれが来たか、はい、まあ、定期的に来るよなみたいな感じですよ。あ、うん、でその時にうちで活躍するのがうちの顧問弁護士の先生ね、うん、うちの顧問弁護士の先生はすごい方が雇ってあるんで、あ、あの東京の中心部でやっていらっしゃるちょっと有名な方なんですよ、うん、へえ。でその先生やっぱ素晴らしいのはね、はい、日曜日でも電話すると出てくれるんですよ。お、うん、すごいでしょ。すごいですね。普通出ないですよね。寄り添ってくださる方ですね、うん、そう、だから人気があるわけね。でやっぱり有名になっていくわけですよ。うん、僕も患者さんがどうしてもったら日曜日診療してるからお姉さんもんですよね、うん、あ、そうですよね、うん、冒頭のこれもアウトソーシングでやっぱり
先生は診療に集中しながら、まあ、いろんな問題は起きてくるかもしれないけども、それを適材適所で頼る方がいらっしゃるんです、ね、はい、もうね、ブルーオーシャンにもレッドオーシャンにもサメはいますからね、はい、うん、いつ食いつかれるかもわからないと。うん、そうですよね。ありがとうございます。ではまだまだこのテーマで次回にまた続きをお話しさせていただければと思います。ということで31回本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回の音声はいかがでしたか。この音声ラジオは不定期で配信しております。次回の配信をお楽しみに。